皆さんこんにちは、 CXR 投資チャンネルへようこそ。ヒロピーです。小山です。はい、やってくれました、日銀サプライズ政策変更、はい、本当にサプライズでした。うん、これはサプライズでした、うん、最高です。はい、円高になります。インフレが収まりそうです。日本人は大体みんなハッピーになりそうな感じでございます。どれも5円落ちたので、まあ、何が起きたのかと、うん、中身をちょっとサクッと解説したいと思います。はい、長期金利の変動は幅をプラマイ 0.5% にっていうところが大きなポイントでした。はい、はい、こちらを解説していきたいと思います。はい、まあ、主に4つのパートに分かれてまして、まあ、今日何が起こったのかと、うん、そして、日銀からの発表に何があったのか、はい、そして会見で黒田総裁は何を言ったのか、はい、そして今後のドル円は一体どうなるのかという、はい、流れで説明していきたいと思います。130円予想がまさかの当たっちゃいそうな勢いだね。当たっちゃ目前でございます、ね。はい、いい感じだね。はいはい、まずまあサプライズの政策変更があったということですけど、何があったんでしょうか。はい、日本銀行が、長期金利、いわゆる10年債債券のですね、金利水準、今プラマイというか、まあ事実上プラマイと書いてあるんですが、プラス 0.25% まで許容していたのを 0.50% まで上昇を、まあ、容認するよというのを、正式に発表しました。うん、いわゆるですね、金利幅を拡大っていうのはですね、何年か前にですね、こちらに書いてある YCC と書いてあるイールドカーブコントロールっていうんですけれども、はい、こちらの長期金利をですね、世界初コントロールしてお見せしようじゃないかっていう、うん、びっくり大発言をして、実はもうこの 6,7 年うまくコントロールできてたんです、本当に。うん、はい、まずイールドカーブコントロールとはっていう説明を、うん、簡単にします。あ、そうですね。はい、まあ、超短金利操作、まさかの金利を操作するという政策で、うん、2016年9月に、日銀会合で導入しました。うん、日本しかできません。そうですね、最初はもう 0% 前後で抑えるっていうのだったんですけど、うん、21年3月に 0.25% に変更して、うん、今年の2月、指し値オペっていう、指し値を出してこう金利を抑えるということをやって、うん、そして今日 0.5% に、前後に拡大したという流れですね。うん、これね、2016年の9月に導入したんですけれども、はい、当時はまだ100円前後だったんで、うん、ドル円レートが、でインフレ目標を達成するためになるべく円安にって誘導するための苦肉の策として、まあ、日本の国債、まあ、当時日本の国債とドイツの国債が買われまくってたので、うん、そしてマイナス金利に突入してしまったので、どうしてもさすがにマイナス金利となるとですね、金融機関、銀行がですね、業績悪くなる一方なので、何とかしたいという思いで、日銀が、まあうまく当時はですね、この 0.10% にコントロールするように、まあ、国債を売買しちゃうよっていう元々のいきさつでした。まあ、それがですね、まあ、コロナショックの後に、まあ、全体的にインフレ化することによって、まあ、国債が金利が上がるということは国債が売られるんですけれども、まあ、それを多少許容しますよって言ったのが2021年の3月、それで長期金利を 0.25% に変更したわけなんですね。で、この長期金利っていうのはこちらのチャートの、トレーディングビューで JP10Y というふうにググってください。で、ちょっとこれ特に分かりにくいんでラインチャートにしますけれども、はい、この跳ねてるのが今日の発表の後ですね。うん、でここの 0.25 というラインにもう収束するようにコントロールしてたんですね。うん、0.5 にしたらそれ以上上がらないように抑え込むと、はい、そうで上げないよっていうことになったんですね。でもうそのちょっと前が 0.1% ぐらいだったんですけど、もうここほとんどずっと守られてたんですね、この水準って。あ、この2016年の9月以降ここですね。はい、苦しんでたんです、日銀は。うん、当時はマイナスで苦しんで、マイナスで国債が買われすぎちゃって困ると。うん。うん、で、それをまあちょっと 0.1% ぐらいにしたいなっていうところでうまく誘導してたんですね。で、まあ、その後コロナショックとかもなんか、コロナショックじゃないな。で、まあ、この辺で 0.1% で推移させて、まあ大体これより以下で推移する、うまく、ね、プラマイ
プラマイ0.1% 前後で推移するようにコントロールして、しかも見事に成功してたんですね。でそれがコロナショック明けの2021年3月にもちろん 0.25 まで許すよというところで、これが、まあ起こったんですけれども、まあほぼ無風、結局はこの感じだったんですが、さすがにアメリカの金利がボコボコ上げて、日本の国債の利回りも上がるかもしれないって思われ始めたのが今年の1月2月、うん、なのでそこからちょっとニョキ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 上がっていって 0.25 をこう突破するような動きを何度か見せてたんですね、まあ、特にこの6、7月っていうのはかなりニュースにはなりました。ヘッジファンド VS 日銀なんてニュースに流れましたよね、うん、で今度逆にここってその3月からね、今年はドル円が超円安になったんで、うん、今度円安になってる時って国債も売られますので、今度逆に円高に持ってきたい時に大変苦労するわけなんですね。でそれでヘッジファンドに負けそうだったんですけど、なんとか耐え抜いていたんですけれども、ついに本日日銀がですね、これを 0.5% まで許すよっていうことを言っちゃったんですね。ここですね、ここまでは許容するんで、まだ円高の余地ありますね。今 0.43 なので、うん、まあ多分130円ぐらいまでは普通に行くと思います。 0.7% まだ余力があるので、うん、まあ、そういったところで今国債が売られてるんです、日本の国債が。で、いわゆる日本円の金利が上昇するかもしれない、ついに日銀が出口戦略、いわゆる通貨高政略、政策に舵を切ったのかっていうので、世界中から今円買いが押し寄せてきているというような状況なわけなんですね、はい、今日 0.18% 上がって、うん、残り 0.5 まで 0.03 あるので、うん、ちょうど130円つけるぐらいの値幅的なところはありますね、うん、はい、で問題はですね、ちょっと円安で苦しんでね、150円ぐらいまで行ってたんですけれども、もっと早くやればいいじゃんっていうお話だったんですが、まあ、問題は、まあ、住宅金利とか企業の貸付金などの金利がガンと上がるので、そこがちょっと景気に非常に悪化させる影響がですね、まあ、多大なる影響があるだろうというので、踏み切れなかったっていうのがおそらく日銀の本音なのかなと思います、うん、まあ、ただしかしながらですね、ちょっとインフレ率もかなり上がってきたので、まあ、このまず初手として様子見として、まあ、この政策変更に打って出たのかなというふうには考えております、うん、はい、タイミングは今だったっていうところですね。まあそうですね、ベストタイミングでした、うん、なのであんな為替介入数兆円使うよりかはさっさとこれやるよってお話ですが、まあ、逆にあえてこの時期12月だったからこそ今ね、本日現在で一気に5円ぐらいぶっ飛んだっていうのはあるかもしれません、はい、日銀の展望っていうところを見ると、うん、まあ、金融緩和を終了すると景気悪化が懸念される、うん、だから金利差拡大による極端な円安を阻止したい、うん、で YCC イールドカーブコントロール運用見直しによって金融緩和が終了する可能性を市場に植え付けたと、うん、いうコメントを出しています。で、まあ、日銀の声明文2つありました、うん、長期金利の変動幅を従来の、プラスマイナス 0.25% からプラスマイナス 0.5%、うん、こちらは先ほどご説明した通りですけれども、もともと今日の日銀金融政策決定会合では政府と日銀の共同声明の変更の可能性っていう発言がもともと出てまして、うん、前日に、官房長官から、うん、いやそういうことはしないという否定発言がありました、うん、で一つ前があれだ、ね、金曜日か土曜日に出てたんで、そうですね、で海外ではそっちを本気にさせたような円高が入って、 それを否定して月曜日、うん、昨日ですね、上げて、そしたら実は嘘ぴょんみたいな別のことをやりました。なかなかだよね、はい、でそういうことを受けて鈴木財務省の発言を、取ってきますけど、日銀との共同声明、改定の方針固めた事実はないと、うん、まあ、やはりまあ財務省の、違う、官房長官の発言は正しかったというところですね、うん、はい、そして、黒田総裁の発言まとめになります、うん、まあ、いつも通り必要であれば、躊躇なく追加緩和という発言はありつつ、うん、来年の物価は 2% いかない可能性があるという発言をしていました、うんうんうん、で大事なところ、イールドカーブコントロール運用見直しは利上げではないという発言をしていたり、うん、まあ、さらなる変動幅拡大は今のところ必要ないと、うん、考えてないという発言もしています、うんうん、まあ、このあたりの発言を見て、まあ、とりあえず 0.5 まで上げて、しばらくこれでもう黒田総裁の退任まで、
維持されるっていう感じですかね。今日見てたんですけど会見、はい、すごいふてった顔をまた今日もしてて、うん、ここ最近ずっとそうなんですけれども、なんでしょう、黒田さんの給料年間収入がどうこうとか、うん、記者の人に刺されてからかなり、まあ、慎重になったり不機嫌であったりっていう発言がすごく見えますよね。ただね、多分財務省というかなんか悪いんじゃないかな、言ってることとやってることは支離滅裂ですし、そもそも長期金利の許容をするのはもう事実上利上げであるって前回か前々回、この人の口から言ってて、今日記者からも同じ質問されてて、すげえもごもごしちゃってたんで、しかもね、今週あれ金曜日かな、日本の CPI 発表、はい、予想 3.9 とか 3.7 とかそれぐらいですね、まあ、なので特に 2% 超えてるんですよ、もう6ヶ月ぐらい超えてるので 2% は、安定的どころかぶっちぎり上回ってますけど何かみたいな、まあ、そういうレベルなんですね。でそれを抑え込むには金融引き締めしかないのに緩和をしながら、国債を買って今度貯金のバンド幅を広げてとか、もうわけのわかんないことやってるんで、そろそろ目いっちゃってるのかなと思います。これ本当に、正直わけのわからないことをやっているのが、日銀です、でやっぱりね、円安になりすぎてしまって日本の経常収支も毎月赤字で、物価も上昇して、原油高に耐えきれず円安になって、ね、皆さんの特に、光熱費とか電気代とかガス代はすごく上がったと思います、この1年で。これの根源ってのはもうこの日銀のコントロールミスなんです。でしかもこれミスはミスでも本当に超しょぼいミスなので、まあ、何かしらすごい政治的な圧力がかかっていると考えた方がいいんですが、ようやく今回そのバンド幅を変えてきたっていうところはかなり財務省の力か、政府与党の何かしらのバイアスが変わっているのかなというふうには考えてます、もしかしたらね、日銀黒田さん任期満了前にクビになるんじゃないかなって、今日山中さんとも喋ってたんだけど、そういう圧力、そんな気がしますね。全然、だって今日の円高ドーンで大金星なのに、はい、全然笑みがなかったんですよ。いやいやながら、なんかいやいやながらやってるような会見で、ぜひ やめていただきたいんですけども、もしかしたらそんな話になりつつあるのかもしれません、あれ誰が見たってあいつどんな態度してんだってなるはずなので、あれ失礼ですね、かなり記者にもですし、マーケットの関係者に対して、まあそういったところで、まあ、このいった発言内容も今回の政策と真逆のことばっかり言ってるので、多分全部逆だよね、上から行って金融緩和措置、はい、そうですね、23年全体でしょ、行かない可能性なわけがない、金融緩和の効果副作用を上回って金融緩和の効果副作用を上回、まあそれはそうだ金融政策の枠組み出口戦略具体的な議論を自由するなフラッシュないといけない、すでにもう今日の対応は完全に出口戦略です、そうですね、YCC の運用見直しはしました、利上げではないけども自分ではもうもはや実質的な利上げと前回か前々回自分で発言しちゃってます、今回の措置で市場機能改善で YCC を起点する緩和効果が円滑に発揮する、まあ、逆ですね、緩和で引き締めですこれは、はい、さらなら変動幅拡大は必要ないし今のところが、まあまあこれは、まあ普通かな、YCC や量的質的緩和を見直すことは当面考えられない、でも もはや今日の判断で見直しましたよね、もともと前回の会見ですかね、 2,3 年はもう変更しないって言い切ってましたからね、で、より円滑にイールドカーブが形成されて、イールドカーブってこういうで、円滑どころか垂直立ちしてるじゃないかっていうのがまあさっき見せたこれですね、イールドカーブでこれが美しくシューっていう、まあ、緩やかに上がる一直線みたいな、そういいカーブなんですけども、金利っては金利というのはですね、世界経済や日本経済の成長速度と時間をかけて緩やかに上昇するのが非常に望ましいとされております。なのでこんなのスパーン、これスティープ化っていうんですけども、いっちゃってるので、まあまあ、何言ってんだろうなとは思います、これも、最後の方、これまでのように金利がどんどん上がるとは考えがたい、まあちょっと日銀 VS
ファンド税っていう感じかなと思います。はい、これは分かりません。許容上限の再引き上げに向けた最速相場の可能性はないとは言えない。お、まあこれは許容上限の再引き上げに向けた、まあ、0.5 をこうどんどん攻めるような相場にの可能性は全然あるっていう言ってますね。いやいや、許容上限を再引き上げに向けた最速相場、次 0.75 なんで、そうですね、これがちょっと含みっぽいな。ちょっといろんな意味で捉えられそうだな。わかんない、ちょっと日本語が合ってるのかっていうところもありますが、これだけ高派っぽいような内容だね。許容上限の再引き上げでしょ、 0.50% じゃなくて 0.75 に引き上げに向けた、このそれをもう思わせるような最速相場の可能性はないとは言えないだから、うん、あるかな。これか、これが結構急所になったのかな。はい、そういうところで、はい、まあいわゆる、まあもう今週中に行くでしょう。今週とかに、ね、まずはワンタッチ攻めましょうっていう、攻めると思います。で今はね、欧米勢起きてびっくりひっくり返ってるはずなので、どうしたもんかどうしたもんかというふうにはなっているはずです。さて、じゃあドル円見ていきましょうか、うん、はい、ドル円見ましょう。もうでもシンプルに見て130円コースですかねって感じ。まあそうでしょう ねすごいね、真っ赤か、うん、全面円買い、うん、まあいいでしょう。これだいたいみんな日本経済救われるならさっさとやってくれよというお話でしたが、まあいいんじゃないでしょうか。この辺で日銀はね、国債を、米国債を売り抜けましたから、素晴らしいディールだったと思います。はい、でターゲットは、まあ、まずここです。130の50銭、サポートライン引けます。8月ですので、まあここにね、ヘッドアンドショルダーみたいなね、大きいのができましたね。大きいのができました、まあイメージなので、こう一回ここ、もうでこのまま割れるのか反発するのかっていうような感じじゃないですか。まあ、反発するのか、もう攻めるならもう本当今週中に目金でいっちゃうっていうペースですよね。まあ行くでしょうね、うん、反発するとしても133円のこの60、ここまでです。まずですって言っちゃダメなんだ。多分そんなもんだと可能性としては130円トライして3円ぐらいは戻りそうだっていうところですね。でも次というと、もう125円になっちゃうんですよ、うん、この辺だよね。週足とかで見ると125円割れたら、125円のあの70何銭とか、空前の円安がすぐに終わってしまうという、うん、ここですね。次はここ126円割れぐらいになります。いつだこれ、2015年の高値ですね。はい、いわゆる黒田ラインと言われて、はい、あ、黒田ラインだ。はい、黒田ラインを超えさせない、いや超えちゃったら今度は防衛するのかな、まあいいや。はい、まあそういうところで、政策としては歓迎してもいい、大いに歓迎していいことだと思います。はい、まあ、これによってインフレ率は、まあ、下がるでしょうと、下がる内容です、来月ぐらいから。でちょうど実は意外いい感じで 2% 台で安定推移するんじゃないかな。ああ、そうですね、うん、それは可能性はありますね、うん、そしたら来年普通にあれみたいな、利上げでいいんじゃないですか、うん、みたいな。これちなみに言ってること完全に100万パーセント間違ってますからね。あの日銀の、世界中どこを探してもそんな中央銀行おりません。あ、いた、いた、トルコ、トルコ、トルコはやってるんです。トルコと日銀だけ分けて、インフレ対抗で引き下げするよみたいな、うん、まあそれぐらいの、面白い内容だったというところで、うん、マーケット的な大変歓迎していますね、今のところ。分かりやすいですね、あのトレード戦略としては。はい、まあですので皆さんもこれショート戦略ガンガンまださらに回していいんじゃないでしょうか、うん、まだまだ下がる、結論としてはまだまだ下がると、はい、うん、でまたさらに、さらにあのちょっとね、リセッションの雰囲気が出てきてるので米株弱いんですよね。そうですね、今週弱いですね、はい、3万4000ドル台売り大成功だったんですけれども、もうね、ここからリセッションを意識した株の下げが入りそうなので、うん、従来の円高に、円高のリスクオフになるんじゃないのかなというふうには読んでます。レバナスの民は多分全滅する、この円高とあれで
この株の下げで。今年は円安で助かってたんですけれども、米株をドル円のレートで掛け算すると史上最高値マックスぐらいの含み益だったので、日本人投資家だけ、それが今急激に含み益を減らしていますので、米株投資の日本人投資家がちょっと諸外国の人たちと比べて1年遅れて損を出し始めるターンかなと思ってます。これフェイク、騙しっぽそうなので、結構行くとこまで行く、いいところまで押すんじゃないのかなと思ってます。3万ドルとかね。まあそんな感じですね。株も雰囲気悪くなってきました。このままちょっと130円、早ければ年内なのかなと思ってます。引き続き今週来週要注目です。オンラインサロンの方でも無料で、相場予想を出しているので、はい、そうですね、はい、もう年内のライブは終了しちゃってるんですけど、まあ、そちらの方でアップデートしてますので、はい、よろしければ見ていただければと思います。はい、僕は今ドル円136円台で売って強烈に売って、ポンド円もゴールド円もニュージー円もカナダ円も全部ショートしてます。はい、30円ターゲットにしてじっくりと持つと。はい、そうですね、ですね。はい、ということで本日は日銀サプライズ政策変更というところで、何が起こったのかということと、ドル円の相場見通しに関してお届けしました。はい、ご参考ください。はい、ぜひご参考ください。